こんん。にちは、吉田さん堂々と自分のの人生のど真ん中を主人公で生ききていきましょうそう脇役は自分以外の全ての人ですそれをお互いにやってるわけですよある時は脇役となって主役を引き立てる役ある時は自分が主役としてですね多くの方に引き立ててもらう役そういうのを交代交代でやりながらうまいことを絡み合っていくそれがまあ調和の取れた人間関係なのかなと思いますよね 時には人を立てるためにちょっとね、無理をしてみたりっていうのも、うん、無理したい人っていうのはいますよね、だからね。この人に尽くしたい人っていうのが。でもそれもあんまり長すぎると、お互いにちょっとずれが生じちゃうんで、まあほどほどにっていうことになると思いますけどね。まあいずれにしても、自分として生きてきて、自分の人生をなぞらないんであったら、誰が自分の代わりに俺の人生を生きてくれるんでしょうかね。そんなことはないですよね。うん。だから、どんなに、 落ちこぼれていても貧乏でも辛くてもね自分の人生をしっかりと受け止めて私はど真ん中を生きていきたいなと思いますよねだから大ジャッキ金が転落していった時もお俺の人生こういう風に借金が積み重なっていくのかこの借金の最後の1円までこの俺のものだなと思ったわけなんですよ当たり前ですよねこんな借金俺が作るわけないとかね現実逃避していても仕方がないんですよ 私はどんな苦痛もどんな喜びも自分の現実だと思ってしっかりと受け止めてね自分の人生を1秒も1ミリも逃すことなくこれからも生きていこうと思いますけどね、うん、まあ何が起こるのか本当に楽しみですよね <laughs> まさかね空襲が起きて空から爆弾が落ちてきたりとか招集令状が発行されてですね私が軍隊に強制的に取られていくってことはないわけですからそれは確かにね金稼いでも税金で取られて しんどいところはありますけどもでも我々は自由ですからね。自由があれば何でもできるいってらっしゃい。